はい、プレイしていきたいと思います。 7 days to die。 というわけでね、今日は実はこれライブしております。というわけで結構長い動画になるかと思いきや、編集でがっつり短くしますんで大丈夫です。大丈夫です。本番の長い方を見たい方はライブのアーカイブ残ってるならそちらがいいかもしれないです。というわけでね、今日はこの建築を終わらせるとまでは言わないけど、もうがっつり進めちゃおうかなと思っております。うん、なんでもう最初の1時間ぐらいはもう本当にコンクリートを置く作業だけになっちゃいそうだね。多分1時間2時間ぐらいかかってやっとここ埋まると思うんで、仕方ないよね。もっとかかるかな。まあいいや。というわけでやっていきましょう。というわけでやっとこの 300×300 の中にコンクリートの柱の部分が立ちました。素晴らしい、素晴らしい。やっとや、やっとできたね。そしたら次がこの列の内側がいいかな。内側から何個か数えていこうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9個、10個。あ、いいんじゃない、ちょうど10個の場所で柱立ててって、いいんじゃない。これが中央です。中央があって、究極のプレスは、あー、ここやっぱり俺埋めてなかったか。ここ埋める作業だな。
やっぱり1個ずれてる。これ11だよ。嫌な予感したんだ、さっき。ここまで頑張ったのにワンダリングフォール湧くって無駄じゃん。しかも何か所か抜けてね、抜けてないけど抜けてることになって更新されてない。よし、こっちも登ってみよう。キュイーン。あー、こんにちは。でも終わりなんですよ、もう。すげえ、このマップさ、アルファ16で見てみたいよね、どうなるか。こんだけ離れたら街並みが帰ってきたりしてね、遠くから見たら。
し、というわけでじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。あと動画の説明欄にはプレイリストがありますんで、よかったら使ってください。というわけでご視聴ありがとうございました。セシカでした。